ユリウス・ブリュートナー、ピアノ・フォルテ・ファブリック・ GMBH は、ドイツ・ライプツヒにあるピアノメーカーの一つ。同年に創業したスタインウェイ・ンサンズ、1823年に創業したベーゼンドル・ファーと並んで、世界三大名器として、ヨーロッパでは古くから知名度も高い。ブリュートナー製、グランドピアノ、ブリュートナーのピアノは本当に歌うことができ。 そしてそれはピアノにとって最高の褒め言葉であると書き残したのは20世紀最高の指揮者とも言われるフルト・ベングラーである。ブリュートナーの特徴の一つにアリコートシステムという独特の弦構造がある。通常の他社製ピアノは1音に対して弦が3本張られているが、ブリュートナーのピアノは高音部にアリコートと呼ばれる4本目の弦が張られている。 この4本目の弦はハンマーで打たれることはなく、共鳴させるためだけに貼られており、この共鳴によって和音が増幅される構造である。この4本目の弦は3本の弦の上部に貼られ、独立した駒を経て、響き板を振動させていたが、最近のモデルでは4本が同じ高さに一列に配置されており、豊かで純度の高い高音を実現している。1853年、 ユリウス・ブリュートナーによって、ドイツのライプツヒで創業された。1872年に、アリコートの特許を取っている。1867年から1905年にかけ、パリ、ウィーン、シドニー、メルボルン、アムステルダム、ケープタウンにおいて、各博覧会のファーストプライズを受け、1900年のパリ、1904年のセントルイス、1910年のブラッセル、 1927年のジュネーブでグランプリを獲得するなど、世界的に名声を獲得してきている。1938年に飛行船に乗せるために、アルミ製の極めて軽いグランドピアノが作られ、話題になる。第二次世界大戦中の1943年には、他の多くのドイツのメーカーがそうであるように、工場が空襲で焼かれ屋根は焼け落ち楽器はもちろん、材料となる木材も、 すべて焼き尽くされたと言われる。その後市場にピアノを送り出すまでに回復するには1948年まで待たなければならなかった。また、東ドイツ時代には一時国営化されたが、1990年の東西ドイツ統一を機に経営権はブリュートナー家に返還される。その後順調に業績を伸ばし、2005年にはヨーロッパにおけるコンサートグランドピアノの販売台数が、 2番目に多いという記録を作るまでになっている。イギリスのビクトリア女王をはじめ、ドイツ国内はもちろんオーストリア、デンマーク、ギリシャなどの多くの皇室にも納品される。ブラームス、リスト、チャイコフスキー、ドビュッシー、ショスタコービチ、プロコフィエフなどの多くの有名な作曲家、ブゾーニ、アラウ、ルービンシュタイン、プレトニョフなどのピアニスト、その他、ヨハンシュトラウスに聖。 フルト・ベングラー、メニューイン、マルケビッチなどの音楽家からも高く評価されている。なお、クロード・ドビュッシーが唯一自ら購入して愛用していたのがブリュートナーであり、ブリュートナーを使って作曲していた。その他、ビートルズのレッド・イット・ビーで、ポール・マッカートニーが弾いているのはブリュートナーである。また、フジコ・ヘミングはブリュートナーを所有しており、彼女を取り上げた。 NHK の番組でも演奏シーンが撮影された。中国のピアニストゅうもブリュートナーを使用している。また、近年では録音でブリュートナーを使用する世界的ピアニストが増えてきている。なお、2007年11月までは株式会社浜松ピアノセンターが日本総代理店として販売していたが、倒産により一時的に販売網が立たれた。 しかし2008年5月1日付で、ブリュートナー社からの任命により、有限会社ピアノクリニック横山が日本総代理店を引き継ぎ、正規流通が復帰した。2018年現在、6種類のサイズのグランドピアノと5種類のサイズのアップライトピアノを製造している。ブリュートナーブランド以外にもブルースナー、ヘスラーアップライト、ヘスラーグランド及びアップライト、 そして二つのアームラー製品ラインをドイツ工場で作っている。ありがとうございます。